最強の卵かけご飯で神経がめちゃくちゃ整っちゃった。今日はですね、鰹節完全版ということでですね、鰹節のお話をしていきたいと思います。はい、皆さんね、ご存知ない方も多いんですけれども、実は鰹節もですね、麹菌から作られています。鰹節ってね、実は麹菌から作られているものとそうじゃないものがあるんですね。皆さんどうやってスーパーでね、鰹節って選んでますか？今日はね、この辺の比較をねさせていただいて、出汁を取ったりね、出汁のね飲み比べもしますし、それからですね、最強の鰹節丼を作ってめちゃくちゃ簡単で美味しいので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、本日のメニューはですね、まず1番目にね、鰹節の分類ですね。そして2番目ですね、本枯節を削ってみようということでですね、難しいんですよ、鰹節削るのね。3番目ですね、荒節と本枯節の比較をねしていきたいと思います。そして4番目ですね、出汁の比較をしていきます。5番目ですね、鰹節丼をね作っていきたいと思います。鰹節美味しいのでね、美味しさがギュッと詰まってるので、ね、とっても美味しい鰹節丼も作っていきたいと思います。6番目、鰹節とね、麹菌の秘密をお話ししていきたいと思います。鰹節の栄養効果ですね、お話をしていきたいと思います。どんな栄養があるのかっていうお話をしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに最後までご覧いただければと思います。では鰹節のね分類からお話をしていきたいと思います。鰹節にはですね、荒節というのとですね、枯節というのと本枯節というのがあります。はい、これの違いなんですけれども、荒節の方はですね、麹菌をつけずに作っているものという形になります。花かつおとかね、よく見かけられるかなと思うんですけれども、こちらの方は麹菌を使わずに使っているものになります。で、枯節と本枯節に関しては麹菌をつけて、麹菌のね役割としては水を抜いてくれるんですね。なのですごい硬い鰹節ができるっていう形になるんですよ。で、旨味もギュッとますます美味しい鰹節になるというのを麹菌の働きでしてくれるという形になります。枯節と本枯節というのがあるんですけれども、枯節はです、麹菌を2回以上つけたものという形になってまして、 JAS 規格の中では本枯節というのは4回以上それを繰り返しやっているものを本枯節というふうに言っております。はい、鰹節のね作り方ですね。鰹をね切り分けて、でそれを煮てですね、骨を取ったりねしていきます。焙乾っていうんですけど、乾燥させますね。でそれを繰り返して、もう荒節というものになるので、もうそこで1回ね花鰹までは出来上がりっていう感じで、でそこにですね、麹菌を塗布して2回繰り返したら枯節、4回繰り返したら本枯節というものになるという形になります。はい、では鰹節のね選び方お話ししていきたいと思います。よくですね、スーパーにこういった形で鰹節、本カツオとかこういう見たことあります？こんな感じでね売っています。でこちらのね、花カツオって書いてある方ですね、これはですね、荒節になります。麹菌が使われてない方ですね。後ろにはですね、原材料名はカツオの節という風に書かれています。人弁さんのやつは後ろにですね、荒節、枯節、本枯節という風に書かれていて、熟成度みたいなのもちゃんとここに表記がありますね。なのですごい分かりやすいですね、これ選ぶの。これがね、荒節という形になります。こちらは鹿児島県のカツオ枯節っていう風に書かれています。原材料名はカツオの枯節っていう風に書かれていて、鹿児島県のねものが使われてるよという風に書かれてます。で、血合い抜きっていう風に書かれているので、茶色くないですよね、この薄いベージュみたいな感じのものだけっていう形になっているので、これは血合い抜きっていう形になりますね。出汁を取った時のね感じが、血合いが入っているものと入ってないものだいぶ変わりますので、この辺も選んでいただくといいかもしれないですね。次は本枯節を削ってみようということでですね、皆さん見たことありますかね、この硬い鰹節。こちらがですね、しっかりと麹菌を4回以上塗布したもので、本当に硬い硬いよ硬い。これを削っていきますので、結構ね大変なんですよね、多分大変かもしれないんですけど、やっていきたいと思います。ではですね、荒節と本枯節ですね、こちらを比較していきたいと思います。まずはこちらの花カツオですね、開けていきたいと思います。削ってあると便利でいいですよね、普通に開けられますので。で香りをどうでしょうか、
かない。いい香り、食べてみたいと思います。血合い抜きじゃないから、こっちは本当ね、茶色いですね。おお、私の不器用さがバレちゃうよね。じゃじゃじゃーん、よいしょ、はい、こんな感じ。茶色いですよね、だいぶ。で、マホンカレー節の方ね。なんかね、立派だよね、こっちは。もう見かけが立派なこの子を開けていきたいと思います。あ、失敗した。失敗しました。開くかな。うん、いい香り、こちらも。でもそんななんか香り自体がすごい変わるかって言われると、そんなに変わらない感じですね。でもね、色がやっぱりすごい綺麗。気合いがないと。あー、すごいふわふわ感が、めっちゃふわふわ。わー、すごいこぼれたよ、すごいこぼれたよ。めっちゃふわふわしておりますね。美味しそう。じゃあこっちから食べますね。いただきます。あんまりこの何もかけない鰹節食べたことない。美味しいですね。お醤油とかかけない鰹節食べたことないけど、美味しい、美味しい、やっぱり。では次、こちら花かつお食べます。味が濃い。花かつおの方が味が濃い。そんなもん？ほんと？意外な比較だったんだけど、ちょっとこれも食べてみていい？これはすごい味が濃い。これ取る？あ、まだ取ってる。まだ取ってる。じゃあこちらもね、食べてみますね、削ったやつ。やっぱり一番すっごいカツオの風味と味がすごい濃いですね。やっぱでもなんかこの血合いの味でカツオらしいから、血合い抜きだとカツオじゃなくなっちゃうのかもしれないと思いました。なんか食べてでもそうですよね、カツオってほぼ血合いじゃないみたいな感じかもしれないと今思いました。ではですね、先ほどの鰹節の方で今度は出汁を取ってみましたので、出汁のね、比較をしていきたいと思います。一番出汁を取ってみました。はい、まずはね、花かつおの方ですね。色はですね、こんな感じで、一番ね、本枯れ節のやつが一番ね、色は濃いんですけれども、こちらですね、花かつお。すごいお魚の香りと、なんかやっぱちょっとね、血合いの香りがする。いただきます。美味しいですね、かつお出汁ってね。ほんと美味しいですね。続いてこちらの血合いなしの本枯れ節ですね。すっごいあんまり香りがここまでこっちと比べてはね、しない上品な香りがします。次ですね、全然違います、すっきり。やっぱりこう和風のね、和食の中で料亭とかでこの辺は使われるっていう風に言われてるんですけど、やっぱり素材の味を邪魔しない出汁っていう感じ、すごく上品なお味です。そしてこちらの本枯れ節、削りたて、こちらも香りが上品ですね。また全然違いますね。美味しい。これとこれとまたさらに深みはある感じがしますね。本枯れ節の削りたては美味しい。もうこれだけでも飲める感じ。醤油麹入れたり、これにね、お味噌入れてね、お味噌汁とかめちゃくちゃ美味しそうですね。かつおだしを取って、こういう風にすっきりしたものでお雑煮食べたいです。すごく美味しいです。かつお節ね、削るの大変ですけど、でもやっぱり一番深みがあってすごい美味しいなっていう感じは、お好みはあると思うんですけど、よかったらこれでぜひ皆さんも削って出汁取ってみていただければと思います。で、鰹節をね、簡単に美味しく召し上がっていただくために、今日はですね、鰹節丼を作りました。今日はね、いろんな鰹節を、花かつおと本枯れ節の血合い抜きのやつと、あとは削ったやつですね、この3つをね、全部合わせて鰹節丼を作りました。そこに卵黄を乗せて、でさらにね、醤油麹を乗せて作ったんですけれども、まあほんとなんか旨味成分だらけみたいな感じで、本当にめちゃくちゃ美味しかったです。これ本当おすすめなので、まあ普通にね、皆さん結構卵かけご飯みたいなするかなと思うんですけども、そこにね、本当にあの鰹節をたっぷり乗せていただければいいだけっていう形になりますので、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひぜひやってみていただければと思います。鰹節はね、全部混ぜたらね、いろんな味になって美味しかったので、何種類かの鰹節を乗せていただくのもいいかなと思います。そこにまたね、オイルとかを入れていただくと、さらに腸内環境を整えますので、おすすめです。ぜひやってみてください。
では続いてはですね、麹菌と鰹節の秘密ということでですね、お話をしていきたいと思います。カレ節とね、本カレ節は麹菌が使われているというお話をしました。でね、本カレ節の方は4回以上麹菌をつけてという繰り返しですね。カレ節の方は2回以上という形になってるんですけれども、菌がね、鰹節の中に入っていくという形になるので、菌床を伸ばしていきます、麹菌たちが。その中で自分たちが栄養をまた取るためにね、酵素も出していったりするので、中の鰹節になる前の鰹の状態のいろんなものをね、分解してくれて、それをさらに旨味成分みたいなものにしてくれます。水分がね、いっぱい残ってるじゃないですか、普通のね、鰹節になる前の状態って。でそれを麹菌たちがね、かなり水分をね、なくしてくれるので、硬い鰹節がね、できるっていう風に言われています。で麹菌は鰹節用の麹菌という形になっていて、普通のね、麹菌とか黒麹菌とかっていうものとはまたちょっと違う麹菌の種類が使われています。旨味成分を出してくれたり、さらにね、鰹ってまあ元々油成分とかってそんなにないと思うんですけれども、油が乗っているものとかはその油の成分を分解してくれてるので、鰹節の出汁を取った時って油分とかね、ほとんどなくすっきりとしたものになってると思うんですけれども、それはね、麹菌の力によってすっきりした味になるっていうふうに言われています。なので本カレ節とね、先ほど味見をした時も結構ね、血合いな感じがするのは花カツオは一番カツオの味がするんですけれども、もっと凝縮した癖のない味になっていくっていうのがカレ節、本カレ節っていうところになっていたので、ぜひぜひね、皆さんもね、この辺はご自身の味覚っていうところで試していただくのがね、一番いいかなと思います。はい、でもそのね、麹菌たちがもっとより美味しくしてくれることをしてくれて、さらに水分量とかもなくすので、先ほどみたいに硬いのでめちゃくちゃ保存できるんですよね、鰹節ってね、本当にね、美味しくなりますので、ね、あれ、これどんな話もして大丈夫なのかな、あとだから大丈夫かな、どんどんどんしましょう。はい、続いてはね、カツオ節の栄養についてお話をしていきたいと思います。カツオ節はね、もともとカツオなのでタンパク質として摂ることができるんですけれども、タンパク質に含まれるね、トリプトファンというものはですね、セロトニンの材料になります。でセロトニンってね、腸内環境が整うとしっかり分泌されるよっていうものなんですけれども、しっかり材料であるね、トリプトファン、タンパク質を摂らないと材料がないので作られないという状態になります。で腸内環境が整っていることと材料をしっかり食べることっていうのが、このセロトニンしっかり分泌させることのポイントになるんですけれども、これがね、しっかり鰹節の方には入っています。はい、なのでね、イライラしなくなる、性格が良くなるっていうのはね、このセロトニン結構ポイントになりますので、鰹節を食べることでイライラしなくなったり、性格良くなったりっていうことがね、叶うよっていうところがあります。そしてね、カルシウムもね、結構たっぷりなんですけれども、カルシウムのね、吸収って、実はカルシウムだけ取っても吸収されないんですよね。その吸収にはビタミン D が必要っていう形になるんですけれども、この鰹節にはね、しっかり、ね、ビタミン D が入っています。でビタミン D って私たちも太陽に浴びたりするとビタミン D って作られるんですけれども、鰹節もね、天日干しされたりする過程の中でビタミン D がしっかり入るという形になってるんですね。で自分の中にカルシウムも入ってますので、カルシウムをしっかり取りながら、ちゃんとビタミン D もあるので吸収されるという形になります。はい、では今日はね、鰹節完全版ということでやってきました。いかがだったでしょうか。最強の卵かけご飯ですね、鰹節を入れたね、卵かけご飯ができました。もうこちらはですね、自律神経がむちゃくちゃ整っちゃってイライラしなくなるっていうね、本当にね、最強の卵かけご飯。セロトニンがね、たっぷり出ますので、でセロトニンが出るとイライラしない、材料も入ってるし、腸内環境整うのもありますし、鰹節とね、醤油麹で発酵かける発酵ですよね、腸内環境整って材料も入って、めちゃくちゃ最強な卵かけご飯ができたなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもね、美味しく食べてイライラしなくなって、元気になって、はい、ニコニコしていきましょう。はい、今日もありがとうございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。鰹節丼美味しそうだった、食べてみるっていう方はぜひぜひグッドボタンね、押していただければと思います。はい、そしてね、いろんな、またこのね、麹ってそんなものにも使われてるんだっていうことをね、どんどんね、やっていきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録とベルマークも押しといていただければと思います。はい、そしてね、LINE もありますので、ぜひよかったらお友達になっていただければと思います。はい、ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。またねー。